皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今蘇我駅にいます。皆さん蘇我駅覚えてますか？前に蘇我駅を紹介しました。なのでそちらの動画もぜひ見てください。今日は千葉県にある御宿という場所に行きます。蘇我駅から御宿駅までは若潮という特急列車に乗って行きます。今からその若潮の切符の買い方を説明します。こちらの券売機で特急券と乗車券を買います。この券売機にも英語、中国語、韓国語があります。指定席を選びます。在来線を選びます。特急若潮の勝浦方面を選びます。蘇我駅から乗るので蘇我からを選びます。そして降りる駅を選びます。今回は御宿で降ります。今日乗るので本日を選びます。そして乗りたい時間を選びます。チケットを買う人数を選びます。乗りたい時間と普通車かグリーン車か自由席かを選びます。座席を選びます。まずは何号車に乗りたいかを選んで座席を選びます。今回は行きだけの切符を買います。最後に内容を確認して合っていたらお金を入れて買います。はい、じゃあこの乗車券をここに入れます。切符と書いてあるところに入れて取ります。私が乗るのはこれですね。特急若潮13時34分発のに乗ります。ここに5番線と書いてあるので5番線に行きます。はい、5番線なのでこの下に降ります。私は 5A 窓側の席を選びました。外房線の特急若潮9号は鴨川駅に発車いたします。ドアが閉まりますのでご注意ください。若潮号にはトイレがあります。ちょっと見てみましょう。空と書いてありますね。今誰も入っていないという意味です。でもね、一応ノックをして入ります。トイレはこんな感じです。こっちには鏡と手を洗う場所もあります。御宿に着きました。これってここで大丈夫ですか？はい、着きました。こちらが御宿駅の駅舎ですね。なんか可愛い。そういえばね、なんかね、ラクダのね、公園があるって言ってたな。あっちにも観光案内所のところにもラクダが書いてありますね。はい、地図を見てみましょう。ここが御宿駅です。で、私がさっき言っていたなんかラクダの何かがあるって言ってたの、これですね。月の砂漠記念公園というのがあるそうです。はい、でもここは海ですね。明日は天気がいいらしいので明日行ってもいいかな、ちょっと考えます。ここはお土産ショップですかね。白鳥丸と書いてあります。ちょっと撮影できるかわからないんですけど、撮影できたら撮影します。今お店の許可をいただいたので撮影してます。こちらはお土産が売られているところなんですけど、見てください。伊勢エビとか生きたまま売ってる。ハマグリ1個600円、結構大きいですね。立派なハマグリです。こういう魚が入ってる入れ物のことを水槽と言います。
水槽、あとはニンニク塩だれ、タレも美味しそうですね。いろんなタレもあります。お、七味美味しそう。エビ味噌汁美味しそう。これ買ってこっかな。アサリの味噌汁。千葉県といえば落花生です。ピーナッツです。落花生を使ったお菓子はたくさんあります。こっちはベイクドクッキー20枚も入ってる。あ、これ美味しそう。ピーナッツバター。千葉県に住んでるのであんまりこういうお土産は買わないんですよね。あ、小さいサイズもあります。あとここは食事もできるそうですね。美味しそう。これすごい、金目鯛の姿煮、お刺身。季節によって変わります。刺身の内容が変わるんですね。お肉もある。柔らか豚ロースト鶏もも肉の最強粕漬け焼き御膳。美味しそう。トマトクリームパスタも美味しそうだね。すいません、あ、お会計お願いします。はい、袋はいかがいたします。大丈夫です。600円でございます。はい、400円のお会計。はい、ありがとうございます。あ、お願いします。はい、ありがとうございます。すいません、急にもかかわらず、はい、ありがとうございました。はい、あの投稿するとき概要欄にお店のホームページ貼り付けときますので。はい、ありがとうございました。すいません、おはようございます。見てください、この、見てください、あそこにアミーゴ御宿と書いてあります。サボテンの形ですね。あそこにある御宿のモニュメントの近くまで行きたかったんですけど、何かの撮影をしていたのでちょっと遠くから撮りました。今私が向かっているのは月の砂漠公園という公園です。ラクダのモニュメントがあるそうなんですけど、あ、あった、あれですね、ラクダ、ラクダのモニュメントありますね。ちょっと向こうまで行ってみましょう。今日は晴れてるのでより一層南国の雰囲気を感じることができます。この橋を渡ってあっち側に行ってみましょう。あー、綺麗、海、こっち側も綺麗、山。お、今人がいない、ラッキー。わあ、すごい。ちょっと調べたんですけど、どうして御宿にこのラクダのモニュメントがあるのかというと、月の砂漠っていう童謡があるんです。童謡っていうのは子供向けの歌、子供のために作られた歌なんですけど、まあ、その歌の舞台となってる場所が御宿で、そのそれを記念してこのモニュメントがあるそうです。わあ、最高の景色。見て、海ほんと綺麗。この月の砂漠公園は御宿駅から歩いて近いです。多分ね、6分とか7分くらいで着くと思います。歩いて来ることができるので、もし皆さん御宿に行く機会があったらぜひこちらにも来てみてください。せっかく来たので、この月の砂漠記念館にも入ってみたいと思います。ちょっと撮影できるかわかんないんですけど、聞いてみます。すごい、今、館長さんがいろいろ案内してくださってます。この風景、はい。この風景見てください。ここの海岸はおそらく、日本でも指折りの美しい海岸の一つだと思うんですけども、この先はずっと太平洋。ハワイがあってアメリカがあって、メキシコがあるという、太平洋がずっと続いています。で、私たちはこの美しい海岸のすぐ近くにある月の砂漠記念館と申します。見てください、あの御宿ナビと書いてあるとこ、メキシコとスペインの国旗がありますね。御宿はメキシコのある市ですよね。市と姉妹都市だそうで、すごく深いつながりがあるそうです。メキシコの人
知ってますか？ぜひコメントで教えてください。御宿はメキシコに一番近い日本です。確かに地理的に言っても地理的に言ってもそして関係においてもおそらく御宿はメキシコに一番近い日本です。来てください。ありがとうございます。あそこのエビアミーゴっていうのは御宿のキャラクターですか？そうです、ユニキャラです、ね、かわいい。エビアミーゴ、あ、下がエビですね。伊勢エビ、伊勢エビ、全体伊勢エビなんですよ。で、上にソンブレロかぶってるっていうのはあのメキシコ。いいですね。アミーゴっていうのはお友達って意味だから、伊勢エビが、みんなとお友達になりたいっていう意味を込めてエビアミーゴ。すごい、もうメキシコ好きがいろんなとこに詰まってますね。そうそうそう、なんかここら辺の絵はがきとか素敵ですよね、はい、ちょっと私後で買います。随分売れちゃって、あ、補充しなきゃいけないぐらい売れてしまった。すごい、でもこれ本当綺麗ですね。なんかもう日本じゃないみたいですね、これだけ見たら。綺麗、すごい。皆さん見てください、これメキシコのアクセサリーって書いてある。みんな手作りで全部一点物です。すごい、同じものは作んないみたいな。すごいですね。いや、本当ありがとうございます。すいません、突然来て楽しかったです。あ、そう、あとあれが気になったんですよ。そう、世界の砂って。あ、これ。なんか皆さんがじゃあ寄付して、そうそう、それでなんか増えてきてしまったと。すごくないですか。モルディブとかありますよ。国内なら分かりますけど、うん、アブダビとかある。ドバイもあるし、アラブもあるし、タヒチもある。皆さんぜひ来てみてください。月の砂漠記念館です。あの館長さんも外国人の方に来てほしいというふうにおっしゃってたので、ぜひ来てみてください。もう駅にすごく近いですね。もうこの駅前からもう南国の雰囲気がすごいです。あ、これか、さっき館長さんが言ってた。よいしょ。御宿とメキシコアカプルコ市テカマチャルコ市とは固い友好の絆で結ばれています、だそうです。すごいね。ロペス通り、あ、これもさっきね館長さんが説明してくれたんですよ。1609年にメキシコの船が御宿の沖で座礁して、それを御宿の村人たちが助けました。それをきっかけに御宿とメキシコは今でも交流関係があるそうです。はい、皆さん御宿 Vlog はどうでしたか？楽しんでもらえましたか？多分私の動画を見てる人の中にはもう日本のいろいろなところに行ったことがあるという人もいると思います。でもこういう場所もね、自然が豊かですし、のんびりしたいなっていう人には本当におすすめなので、ぜひ来てみてください。じゃあ今日はここまでにします。また来週、バイバイ。いつも素敵なコメントをたくさん書いてくださって本当にありがとうございます。また来週お会いしましょう。バイバイ。